外国要人の来日安倍元首相に弔問相次ぐ台湾副総統が訪日日本台湾国交に進展か河南省の預金者が権利保護のため矢尻を習近平総書記に専門家第20回全国代表大会に影響する可能性「各位观众大家好今日は7月13日星期三欢迎收藝疫情最前線アイ a ック・ Isaac 安倍晋三元首相の葬儀が昨日午後日本の増上寺で行われ妻の昭恵さんが物主を務めました日米同盟は常に盤石であるためアメリカもおのずと葬儀に高官を送りましたブリンケン国務長官イエレン財務長官シャーマン国務副長官らが出席し安倍氏に最後の別れを告げました ポッティンジャー元アメリカ大統領補佐官は安倍氏が作ったインド太平洋という言葉は世界のアジア感を変え中国共産党の野心に対抗したと述べましたバイデン大統領から東京に行き安倍首相の逝去にアメリカ国民の哀悼の意を表してほしいと授かったとブリンケン氏は述べています安倍首相は在任中日米関係を新たな高みへと導くために誰よりも多くのことを行いました そしてイエレン氏は安倍晋三氏に敬意を示すことができ光栄だ安倍氏は日本と世界にとって先見性のあるリーダーであり彼の遺産は日米間をより繁栄させより健固なパートナーシップの中に存在し続けるだろうと述べました海外の政府重鎮の多くが安倍元首相に弔意を表すために来日する中台湾の雷政徳副総統も控えめに登場しました ANN によるとライ副総統は台北中日経済文化代表所の社長邸代表と一緒に安倍支度を弔問したといいます現職の副総統の訪日は台湾と日本が国交を断絶して50年以来最高位です台湾総統府及び外交部もライ氏の日程について説明しないとし控えめな態度をとりました 不过，我们经透过适当的管道向日方来表示深切的念。至于赖副总统他的个人的私人行程，外交部我们目前没有其他的讯息，我们也没有进一步的评论。本メディアは、来氏の訪日を私的な日程と報じ。一方、台湾のメディアは、来氏が蔡英文総統の特使として訪日したと主張しています。 産経新聞の台北支局長の矢板昭雄氏は日本・台湾には正式な外交関係がなく慣例に従えば台湾の総統・副総統は訪日できないと述べました来副総統がもともとの予定をキャンセルし東京に現れたことは日本政府が急遽来市に訪日ビザを発給したことを意味するといいますこれは1972年に日本・台湾が断交して50年以来最も重要な外交的突破口となります また岸田首相は安倍首相の台湾支持政策を継承し大きな一歩を踏み出したということでもあります時事評論家の広報主は1972年に日中が外交関係を結んで以来日本は中華民国を合法な政府として認めないというのが原則の一つであったと語っていますこれにより日本台湾の政府高官の相互訪問の機会が絶たれました 所以赖清德此行啊，是日台重新建立邦交关系重要一步探索。你要没有下一步准备建交的打算，你就不会在这里冒此风险。 就这意思，对吧？は、日本と台湾は中国共産党中共の野望が台湾だけにとどまらないことをよく分かっており、日本台湾は利害が共通した関係だと述べています。中共现在暴露出来这种战狼狂妄，你可以推断，他们如果真的占领了台湾，就会歇脚了吗？不会，他绝不会停下扩张的企图。相反，一旦他占领了台湾，那种胜利。 会让他们更加肆无忌惮地威胁整个亚太地区的安宁。中共绝对有封锁日本海上生命线的疯狂愿望。台关系が高まってきた重要な背景として、双方が中京からの常に迫迫した軍事的脅威を感じていることを指摘しました。 日本の防衛省は6月19日18日に中国海軍とロシア海軍の計10隻の艦艇が本州と北海道の間の津軽海峡を同時に横断し日本海から東に向かい太平洋に出たと発表しました中国とロシアの軍艦船が同時に津軽海峡を通過するのは日本では初めてのことです 津軽海峡を通過した中国ロシアの艦隊は北は北海道と樺太の間の宗谷海峡南は北海道と本州の間の津軽海峡に分かれ日本列島を就航することになりました津軽海峡を渡った中国ロシアの軍艦は中共海軍の055型駆逐艦南昌054型ミサイル護衛艦貧州龍州 903型統合補給艦「東平湖」およびロシア海軍のうだろい級駆逐艦情報収集艦です広報紙は中国共産党の日本やロシアに対する軍事作戦は非常に愚かなものだと考えておりなぜならロシアは日本の昔からの敵だからです中共はこうすることしかできず日本にとって重要な2つのプロセス 憲法を改正して武装することと、日本と台湾の国交を促進することを加速させるだけであるとしています。所以你中共威胁到了日本，他不会坐以待毙的，而是必须在这种军事企图和能力实现之前，他会主动开战，中断中共的这种威胁。这种主动开战的能力，就是主动宣战权，就是修改和平宪法的最主要的目的。那么第二点，军事合作协议。 是两国外交关系在军事领域的交往，啊，你要建立和深化日本台湾之间的军事合作协议，就必须要有日台外交关系做保障。所以，只有实现这两条，才能保障日本的生。结果呢，促成这两条正在实现当中了。一个是宪法修改，一个是什么？日台邦交。最后的ニュースです。 中国河南省では最近3年前に香港で起きた白い服を着た者が人々を襲撃する事件が再現されました。白い服を着た者らは自分の権利を守ろうとする預金者の群れの中に勢いよく入り込み、妊婦や障害者までを脱し、流血の衝突を引き起こしました。私服の公安はまた預金者を無理やりバスの中へ引っ張り連れ去りました。 人々は警官とマフィアが協力していると厳しく非難しました中共当局が関連情報を封鎖しているため中国の民衆は在中国アメリカ大使館のウェイボーアカウントに「カナンを救え」というメッセージを残しました海外メディアが続々と報道する中河南省の金融監督管理当局は11日夜河南省の4つの村賃銀行の預金が引き出せなくなった預金者のため建て替え払いをすると発表しました ただし5万元以下の預金者に限るといいますこの事件には40万人の預金者460億人民元が関わるといいます中国の現在の民事より刑事が優先される原則では預金者がお金を手に入れたいなら刑事事件の全過程を待たねばならないという分析もありますこれは長引く訴訟のマラソンになるようです 河南省の預金危機と時を同じくして河北省の村鎮銀行2校が中小銀行の合併再編を利用して解散を発表しました全ての資産と負債は買収者である超加工銀行が引き受けるといいます また、中国銀行保険監督管理委員会の資料によると、2021年末までに中国には1651の孫沈銀行があり、中国全土における銀行業界の金融機関総数の36%を占めていました。 アメリカ在住の時事評論家、唐エン氏は、今回、河南省の預金者は横断幕に、習近平の側近である王陽生の名前を書いており、つまり、彼らは堂々と習近平を標的にし、立国境、河南を調させよというスローガンを叫んでおり、かなり衝撃的な光景であったと述べています。<laughs> またインターネット上には河南省委員会初期王陽生を標的とした省委員会の王陽生の園児当初の陳情ゼロ事故ゼロ事件ゼロという3つのゼロ政策に反対するという横断幕が大量の動画や写真に写っておりさらに預金者は王陽生の健康行動を赤に変えた事件への関与を疑問視し徹底的な調査を要求しています 他们为什么喊李克强来查，而不喊习近平来查呢？反腐不应该是习近平的看家绝招吗？在这里呀、啊，其实要说穿了，他的原因也很简单，因为这个河南书记，同时也是镇压储户维权的直接责任人楼阳生呢。 他就是习近平的亲信呢，他是有可能在二十大进入中共政治局的人选之一，所以呢，不管储户们愿意还是不愿意，村镇银行暴雷这个事件呢，他已经是不可避免的卷入了二十大这个最大的中共政治之中了。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 patreon。我系 Zack，下次再同大家见面，俾多啲鼓励我哋。